どうもこんにちは。今回はお引越しです。とは言っても、まあ全部が全部じゃないんですけど、少しずつ工具とか道具運んでてます。でも棚とかないんで、床に今バンバン置いてってる状態です。なので少し整理整頓したいなと思って、まあせめてね、工具ぐらいは使いやすくしたいなっていうので、今回壁掛けにしようと思います。それで材料の買い出しと、まあついでにジムニーの名変向かってるんですけど、このホビオくんの調子が微妙に悪いです。なので普段はガレージついてからオープニング撮るんですけど、一応ね、カメラ回してます。シフトの入りがめちゃくちゃ悪いのと、なんか異音がする。今までこんなこと一回もなかったんですけど、ギアがねすごく入りにくいと、シフトフィールがすごく変で、まあもう25万キロ走ってて、どういう整備をされてきたかわかんないんですけど、まあ、ミッションとか全く手つかずなんで、前のバムスはオーバーホールしたんでかなり安心感あったんですけど、今回何にもやってないんで、もしこのまま調子悪くなるようだったらミッション下ろさないといけないかもしれないです。それでまあ一応カメラ回してます。とりあえず今日予定があるので、何事もなく一日終わればいいんですけど、まあどっちにしても一回こういう音とか、変だなって感じが出たらもう開けないといけないと思うんで、近いうちにミッション下ろす可能性は大ですね。まあとりあえずこれ以上悪化しないことを願います。不安的中。なんかね、クラッチが切れん。ちょうど信号待ちで避けれる場所あったんで、今駐車場入れたんですけど、クラッチが切れなくなりました。最悪。マジか、どうしよう。まあもちろんギア入らんし、クラッチ切れんは痛いな。いやー困った、マジか。もしもし、おはようございます。今日って忙しいですか？あ、そうなんです。いや、今 K の陸地向かっとって、自分の車でクラッチ切れんくなったんですよ。はい、お願いします。とりあえず迎えの手配できたんで、お迎えを待ちたいと思います。マジか、もう今日の予定が吹っ飛びました。一応カメラ回しとってよかった。まあでもやっぱ古い車なんで、まあこういうトラブルはね、つきもんだと思います。まあ幸い近くで、で、積載車で迎えに来てくれる人いたんでよかったですけど、これ遠くでこれ起こってたら本当大変なんで、まあまあ近くだったっていうのが不幸中の幸いですね。あ、来た。積載車来た。はい、さっき壊れたところですね。下り坂で本当良かったです。そのまま惰性でこの駐車場入れたんで本当良かったです。もうこの時点でロスタイム3時間です。
来客の予定終わって、これで今日一日の予定終わりました。まあ最低限やりたかったメンヘンだけはできたんで良かったです。ものすごいロスタイムでしたけど、とりあえず無事岐阜ナンバーに帰れました。でこういう朝からねトラブル起こる日って結構続くんですよ。なので書類に不備あったりして、ああまた今日もできんかったみたいなことになるかなってちょっと予想してたんですけど、不備なく無事名義変更終わりました。もうほんとドッタバタでした。すごい疲れた今日それでちょっとおかしいなと思ってカメラ回したんですけど、正直今日一日は僕いけると思ってました。まあなんだかんだだましだまし乗れるだろうなと思ってたんですよ。そしたらなんとまさかのカメラ回した直後にもう本当にクラッチ切れなくなって完全に動けなくなりました。まあ、不幸中の幸いだったのが家からまあそんな遠くないところなのと、駐車場にスッと入れたんで他の車両に迷惑かけることなく止まれたんで、もう本当にね良かったです。それがあれ車道とかで動かなくなると迎え来るまで落ち着かないんで渋滞作ってね迷惑かけてしまったりするんで、いい場所にスッと入れて本当良かったです。それと、迎えもすぐに来てもらえたんで本当にね助かりました。なのでまあいろいろと不幸中の幸いです。これ SBM 今月末 SBM あるんですけど、それ向かう道中高速道路でとかってなると事態はより大変な事態になるので、まあ本当不幸中の幸いでした。それで待ってる間ちょっといろいろ調べたんですけど、まあ、クラッチ切れない原因おそらく、まあ、クラッチカバー、クラッチディスク、レリーズベアリング、まあまあ多分その辺だと思います。ワイヤー切れてないしフォークもこう硬いんですけど動いてたんで、おそらく内部で何かが起こってるんじゃないかなと予想して、とりあえず部品頼んで次の休みの時にミッション下ろしてみようかなと思います。本当はもう今日できればよかったんですけど予定があったんで今日作業できなかったんで、とりあえず部品段取りして次の休みで下ろして、でできれば1日でもう直して組みたいなと予定してます。それでこれの赤も嫌なんでとりあえずバッと全塗装したいなと思って先にいろいろ予定考えてたんですけど、もうその辺の予定も全部組み直しですね。一応 SBM 乗っていく予定なんでそれまでに、なんとか直そうと思います。まああのホビオも、何年落ち20年落ちぐらいで25万キロ走ってるんで、まあ、正直もういつどこが壊れてもおかしくない状態なんですよ。それでこれもですね、これももう30年近く前の車で20万キロ超えてるんでこれもいつどこが壊れてもおかしくないです。これが壊れたらきついですね。山の中林道とか走ってて壊れたりするとなかなか迎えに来てって言って赤車が入れるとこだったりですけど入れないとこで壊れるとって考えるとちょっとゾッとしますね。なので、まあ、とりあえずホビオを修理してこれもホビオもちょっといろいろ整備していこうと思います。クラッチの違和感はたまにあったんですよ。あれ今なんかクラッチ踏み心地おかしかったなみたいな気のせいかなみたいなのがたまにあったんで、その時から多分中で何かが起こってたと思うんですけど、まあその違和感ぐらいでちょっとミッション下ろすかって言われると下ろさないんで、まあ今回の故障はまあなるべくしてなったと思うんですけど、まあとにかく古い車なんで、整備していこうと思います。あれも整備しようと思いながらも、もうこっちのガレージの方が忙しくて作業者としてバンバン活躍してくれてたんで、ちょっとこっちが落ち着いたら、いろいろ整備していきたいなと思います。でこれもですね、これも整備していこうかなと思います。あ、本当に今日一日疲れた。お予定外のことが起こってドタバタが起こるともう本当疲れます。なのでガレージへの引っ越しはちょっとお預けですね。先に本業の修理を次のお休みはやろうかなと思います。はい、というわけで、当初の予定とは全く違う動画になったんですけど今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。